いやー、刹那圭介だよ。めんどくさいレジェンドやっていきたいと思います。あ、ちなみに最初今叫んだのは特に何の意味もありません。これか。ブブー偽物だよ、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 ブブー偽物だよ。あ、いちいちこれこの声出して偽物だよって言うたらちょっとあれやな、なんとかやばいな。絶対この中にはおらんなって思ってさ、ここら辺は調べずに行きます。ブーニトモだよ、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 おいキャブだよ。こんな感じになる、うん、動け。動けやお前、何止まっとんの。あ、邪魔だお前ら。よっしゃ、ブーンそうだよ、ブーンそうだよ、ブーンそうだよ。くそ、イラつく、ブーンそうだよ。くそ、この声イラつく、ブーンそうだよ。あ、早っ、結構早い段階で見つけてしまった。3分の1ぐらい探したところで見つけてしまった。やった、俺今日ついとるわ。カットせんぞ、ここ俺の声ちょっと面白かったけんカットせんぞ。ブーンそうだよって言ってた、すごいわけんじゃん。なんか、おいおい大世界ゴーやめるよ。えげつないもん持ってるね君。え、なんでそんなえげつないもん持ってるのかな。ちょっと聞かせてくれないかな、魔物の餌やって。あ、消えたよ。ババ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 ンバーン。また遊んでね。いや、それよりもお前のことがちょっとホラーでならん。これだけか、魔物の餌ね。これを何に使うか全然わかりませんがね。名産フルーツ、回復アイテムで買ったんだったな。さて、え、じゃあ次の町へはどう行くとかそういうのあるんかな。それとも鬼ごっこは絶対やらなあかんルールだったりするんかな。それ嫌やで、俺鬼ごっこだけをやりたないで。あ、そっちなん。王子、裏山は北にあります。南は大雪原ですが、危険な魔物多く行かない方がいいかと。なるほど。けどなんか大雪原が何とかっていうイベントはあったっけ。あったかどうか覚えてないのに言い出すっていうね。来たか、多分鬼ごっこいらんのだろうな。鬼ごっこやったってしょうがないんだろうな。バイバイみんな。王子、裏山へ行くのです、向かうのですね。分かってるだろうが、さっき言ったわ。裏山で魔物と戦った後、もし自分の体力が危険であると判断したならば、一応町場に戻って宿泊いたしましょう。了解だ、わかった。鬼ごっこのイベントはとうとうオフの時にやってクリアしたとこだけ見せますんで、そういうつもりでよろしくお願いします。なんこれ、人形帽子。ははは、倒れてる、用事がいるからって何話しかけてんのよ、変態。なん、セーブできない、セーブできない、一旦戻ってセーブ。あ、え、てか HP 若干削られた、謎のダメージで削られた、うん、めっちゃ理不尽な理由で削られたけんな。回復しときます。あ、これ調べてないけど調べても意味ないよね。で、変態って言われるやつ。え、お、いかにもなんか戦ったら何かありそうなやつが。あ、セーブできなかったな。行くぞ。あんた俺と戦いたいのか。別に、うん、別に。わかったわかった、なんかかわいそうやけん戦ってあげる、戦って後ろから戦ってあげる。オーガが出現、なんか強そうですね。速撃拳だったっけ、前回のパートで手に入れたんだったっけな。両方とも30代やな。とりあえず序盤はまあ普通に通常攻撃しかなく、あ、倒したし。簡単に倒したし、なんかそんなに強なかったやな。あ、お前どうやって生き返ったん、何もなかったのこのようにさ、もう一回同じセリフ吐くんやめてくれへん、やめてくれへん。俺そういう魔術的なもん信じないタイプです。機関の書、あ、これこっから出ていけるやつなんじゃん。使った習慣使うと浄化文字、浄化文字も戻るか、使ってももうなくならない。あ、浄化文字にも戻る必要なんかあるんこれ。あ、一回なんか目標達成した、あのエロ本捨てたら帰るのは楽ってこと？めんどくさいレジェンドなのに？そんなに？めんどくさいレジェンドなのに？
いけんのかい何かあるように思ってしまうやろうがそれが行き止まりって何だ、何かアイテムを一つぐらいよこせって話だ。ん、あ、普通にアイテム、いや敵が出てくるんやな。スライムやってスタンダードやな。まあこいつは普通に倒せるだろう。重力攻撃連発でオッケー、問題なし。あ、まだ出てきおった。しかも2体出てきおった。なんで出てくるペース早ないっすか。あとそれぐらいの攻撃ではフレンダーさんにダメで与えても回復するんで、普通に回復するって意味ないっすよ。あとノノノノ王子に攻撃してもフレンダーの回復魔法がありますからね。な、相手にとっては、お、氷結の魔導石、なんか意味ありげなもんが出てきました。氷結やって、氷結の魔導石だ。もうちょい説明文ないかな。もうちょいなんか特殊だとかそういうんは。お、エレメントとかですごい出てきた。とりあえずスライム倒して、まあ、エレメントは友達に聞きましょう。青い魔法使ってくるって。よいしょ、ファイヤー、ファイヤー、よし、そんなに強ないてか出てくる回数多いんですけど、ペース、出てくるペース多いんですけど、ちょっとこれどうにかなりませんかね。虫除けスプレー的な、ゴールドスプレー的な、ポケモンのゴールドスプレー的なもん、一歩歩いただけで出てくる。なんか一歩歩いただけで出てくる。こいつは敏感に出てきすぎやねん。超熟睡、敏感王者に超熟睡。そう、全然進めないじゃないか。全然進めないじゃないか。カットするかもしれん。これはカットするかもしれんぐらい。え、一回一回の戦闘は短いよ。短いけど、カットするかもしれんよ。おや、てけら、これ HP がやばくなったら戻りましょうって言うたけどさ、これ戻ってまた来るときやってさ、こんだけ違うんだろ。そうさ、二度でも二度でもね、まあ口が回らん。スキル、魔法ヒーリング、アニメ MP はもう浪費はせずに結構抑えないかな。そんなに使わんけんないか。 HP そんなに食らってないけんな。できればフレンダーばっかり攻撃してくれれば、もう HP がオートで回復するけん、まだ点入った。なんなんこれ、絶対後々でなんかいくつか手に入れましょうみたいな、なんか不死確認の時みたいなのがあるかな。ありそうだなこれな。そんな説明文適当なもん、説明文そのままもんをさ集めなあかんってなったら、もうどんだけなん。俺の青春返してくれレベル。よし、いいペースレベル上がってくれたらいいな。こいつ何なんだろう。不意を使えた、しかし時間もないよ、甘いよ。そして最後の一撃、 OK、 ペースはいい。ねえねえ、お、ギャルじゃん。ピチピチギャルがこんなとこに何してる。今から私あなたを邪魔する。は、やめろやめろ。どんな邪魔されたいかあなたが選んでいいよ。いい、意味がわからん、選びたくない。違う、邪魔すんなお前。邪魔っていうのはね、意味がわからない世界なの。そんな世界にいたくないよ、こんな世界にしたくないよ。なんだこれ、30分間操作できなくなるとか、やったらあかんやつやん絶対。やったらあかんやつやこれ。もうゲームの根本叩き潰したね、こんな。来た道を少し戻されるも嫌やし、だったら5回連続で戦闘で、うん、少しは度胸あるみたい。いや、そうでしょ、俺度胸の塊、度胸マンやけどな。それじゃあ私のペット5体食べさせて。ペット、すごいペット お買いですね。え、いくらしたんですか。ペットショップで売ってるんですか。チュンタですか。いい名前ですね。おお、そこそこ強いんちゃうか。スライム5体とかそういうのを予想しとったんやけどな。そこそこ強いんちゃうか。いけるんかそれ、大丈夫なんか。あ、でもなんかご了承でいけばなんとかなりそうな気がせんでもないな。あー、でもフレンダーばっかこかされたんじゃないか。速攻撃、V の字切りやん、うん、天空拳 V の字切りやん今の。すげえかっこいいな。2体目、えげつないもん買ってますね。それ買うって言うんですか、使い物じゃないですか。そんなもん買ってさ、おご近所さんに見せた時どういう反応すると思いますか。引きますよ、買うやめたらどうですか。こいつ攻撃力高そうやな。あ、よけれた、ラッキー。フレンダーいけ、ダブルスラッシュ。あー、意外と弱かった。ダブルスラッシュが強いんかな。まだまだ終わらないわ。
おおおお、まだ動物っぽいな。サファリパークにおりそうやもん。サファリパークへ、サファリパークはなんかライオンかな、仕事として。サファリパークの飼育員みたいにライオンかな。てか昔におりそうだった、昔恐竜としておりそうだったん。こんな、なんなん、絶滅危惧種。お、でも弱い、ごめんな、絶滅危惧種殺しちゃったわ。くっ、なかなか悪いもんね。4匹目。ははははは、どんどんランクが下がっていく気がするんやけど、俺戦闘力が低そうなんやけど、勝てるわこれ。結構勝てそうだわ。あ、フレンダはちょっと用心して HP 回復させておきます。オートで回復するんやけどね、一応ね。おっと、耐久度はこっちの方が高いか、もしかして。おお、耐久度が高いこいつ。まひ、そんな打ってない剣かもしれんけどね。ダブルスラッシュ、あ、倒した。それでも騙しました。こいつのペットはそんなに強くない。これで終わりよ。4位、ゴフィミ。ポジって名前じゃないでしょ、絶対。ポジって名前作られて、お前。弁慶みたいな見た目しやがって。お前にはプライドっていうのがないんか。それでポチって言ったら、ワンワンって言うて、あの女の子のところに行ったら俺引くぞ。めっちゃ引くぞ。視聴者さんのやつに引くぞ。あ、なんか、弱点属性ついとんかな。フレンダの攻撃、なんかフレンダの攻撃通常攻撃なのに結構食らったような気がするぞ。よいしょ、倒せる。これは簡単に倒せるぞ。余裕。おっと、ノノノノノ王子はもう速攻 V の字切り。余裕余裕。痛めかけ、めかけ倒しです。名前通りです。めかけ倒しっていうの名前通り。やるじゃない、あんたって意外とすごいやつなのね。まあ強い弱いとは知らなくてさ、あんたもすごいわな。あんな、もうあんなえげつないペットを5匹も買ったんやけどな。サファリパークでもやんよんかな。また邪魔してほしくなったら来るのよ、バカ野郎。そんなの誰が頼むか。あ、でもちょっとさ、30分とかちょっと試してみたい気がするけんな。てかさ、もう少し戻されるってさ、帰ってくるときには結構楽なんかもしれんな。その時は城に戻ればいいけん、そうだね。なんでこれな。あえてカットせずに行ったろうか、これ。カットせずにもう案外行けそうなもんやけどな。バイズバリューとかね。バックスキップの神様。バックスキップの神様。トップ。あああと一歩やん。こいつ何？なんだこれ。ハラペコムシ。あ、ハラペコ草は魔物の餌を欲しがっている。うわ、何これ。草の植物のくせになんか魔物の餌とか欲しがってるやん。あげるけど。あ、ありがとう。ハラペコ草は満足するとどこかへ消えてしまった。動けるんかよ、すごいな最近の植物。もういいやん、もうあと一歩で出れたところやん。うわあ、まだめんどくさいのが続きそう。しかもセーブできない、ダッシュできない。すごい吹雪だな。まずいですね。どんなぐらい。まずいですね。こんなにも吹雪が強いと足を取られるし、ロープを使うことも何もありません。早めに抜きたいところだね。マジで本当じゃ、メニュー開けない。あかんあかん。もうこの際やけん、今回のポアートはここまで。ご視聴ありがとうございました。週明け。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。